グレーナルチャンス、始めましょう。グレーナル VS 神竜が見たいよ。テリーの全盛期ミュージック。星空流来た。俺のターンだ。何が割と時効占いかな。まあやっぱキラーグッズとかなんだかんだカウントパワー高いし、竜騎兵とかも悪くない。シャイニング入れてないわ。入れるか迷ったけど入れなくても十分だわ。ドラゴン入れた方がいいわ。さあ行こうか。あ、もう俺のデニーラやめとこう。インポテンツくまた高校か。ファンキーバードプラス俺のターンだ。キラーグスってファンキーバードプラス鳥系だったよね。確か鳥系プラスファンキーバードか。陸を世界の相手のグレイナル奪う笑い。それちょっと考えてる。さて何にしようかしら。トゥトゥトゥルトゥ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 。星空流トゥ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 。ダークドラゴンキングリザードはいらないな。いやね、ブラックはね俺あってもいいと思う。まあ1個は使っ、ちょっとグレーナル出したら使おうかなと思うわ。1枚出してきたら仁王立ちあるこっちの方が絶対有利だよね。で回復できたらさ、正直さ、まあドロソはちょっと怖いっちゃ怖いけど、一角竜出さないように注意しないとね。グレーナル出した後反転ククール、意味あるこれ。ない、弱い。レッドシューズ運のブラックかなり使えるぞ。ブラックは俺も強いと思うわ。さあ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 、一枚使ってもよかったかな。あんま使う必要ないと思うんだけど、エステラがさ、フィニッシャーとして優秀すぎる。エステラ優秀すぎ問題。俺エステラの評価が爆上がりだわ、俺の中で。弱っ。これ殴るでしょ。仁王立ちするか攻撃力上げるか迷うけれどどうしようか。とりあえず一角竜トリマ、一角竜でグレートはあんまいらないんじゃない。一角竜まみれ出しとこうか。いやエステラはマジで使いやすいわ。もう行くか、殴るか。強っ。ソルジャーブレいるかな。行こうか。やっぱ出した。ちょっとねやっぱロスが気になるんだよね。エオンコスが渋滞してるし、オルゴデミーラとか。やっぱ強い。やっぱ強いわ。問答無用で強い。うわあやりてえ。でも反転でしょ。反転だったらまあウルノーガとかもいいんだけど、まあここここと、ここで処理しとくか。俺それも強いと思うけどね、スライム魔法陣も。ただただこれさ今暴力してるから、ちょテンション上げとこう。で写し身1個使っとくか、オルゴに。いや使う意味ないよねオルゴデミーラ。な大丈夫と思ってんね。もハンドのあれは十分だわ。終わったらね。やっぱ俺の構築力すごくない？と自慢をしていく。あーでもね、そうだね、バルンバとかが重いわ。ここです。えぐいよね。それ強いよねマジで。エステラの変化プラス写し身はマジで強いよね。俺どっちも強いと思ってんだけど、ゲイヤークックドゥドゥルドゥには刺さるのでは。今回は課金しろ、誰でも勝てる可能性もりもりやから。
待った方がいいんじゃない。俺は待った方がいいと思うけどね。俺は評価してない。次あの反転っぽかったから、反転防げるんだっけ。ごめん俺にわかだわにわかだわ、俺わかんない。あ、まだ初日だからね。初日で後悔してたら大変だよ。ジュリアーって俺入れてないわ。ちょっと重くなりすぎるかなってことで入れてません。運命は一つ。エッジ女、まあ、先ドローか。おい、天変地異引けてたらいいんだけど。シェンロ出せるけど超必中じゃないんで、まあ、ドラゴン上げたら上げたら強いけどね。ドラゴン上げる？もうめんどくせえし。いや、まず様子見してみよう。見せつけてやる。いや、これシェンロンだったかな。弱い弱い弱いよ。ごめんなさい、間違えました。ごめんなさい、間違えました。キラキラ光るグラ。お前診断始まったの知らないマンじゃないかこいつ。一番戦えそうなのはどうなんだろう。いや、手札切れそうじゃない。アグロはちょっと態度か。ごめん、さっきちょっとミスしたね俺。ミクソボット、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でこうだよね、パワフルバッチだよね。コストマイナス5もまあ悪くないけど、普通に考えて、あ、まあこっち、いやまあこっちだよね普通に。でもこっちやる。こっちもちょっと面白くない。どうする、こっち行くか。ちょっと面白そう。敵だよね、関係ないよね。どっちも強いよね。手札使うわ。うつしみでもう神竜いっぱいにしよう。タン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 。あんま意味ないか。いや意味あるか。やべ時間が、あー時間がやばいやばい。2期2期はさ時間大丈夫って言ってたじゃん、嘘つき。おいおいおい、時間が2期2期は2期2期は時間大丈夫って言ってたじゃん。相手の時間吸ってるよね。さあどうする。グレーナル出そうにないからもう使ったわ。何これ、あいつベリアル、あ、シドウか。なるほど、これ先シドウじゃないの。これ YTC プレミだよね。先シドウしとけば回復できたよね。どうも。おい、初戦勝負で先々地引くのが理想的か。
強っ。おい、来たー来たキラーマシン、やりたい放題、ナオキ、ミキいてる。おいおい、マジかよ。バイステラでフィニッシュできそう。私の魅力なのラスの確認をグレーナル来た。さらにグレーナルも行こうか。えぐいよ。おお、サイエス終わったコンテンツかと勘違いしていたよ。陸の世界のグレイナルダッキムネダナナナナドラゴンデッキです。え、これあれだよ、グレイナルミネアだよ。知らないの？グレイナルミネア、ミネアの装備見ようぜ。竜王とゾーマきついな。ダッシュラン、ダッシュラン、ダッシュランだな。ダッシュランで殴ってもしょうがないね。ターンエンドでグレーナルミネアをご存知でないのかな。めっちゃ強いんだよこれ、グレーナルミネア。インポケンつく、あいつリソースがなさすぎる。まあ取るんじゃない、これミスじゃない、あミスじゃないか別に。動かない。笑っちゃいけませんね。おい、そろそろ本気でいくか。うっす、テイプレスって何が復活するかな。うっす、てかもうリーサルなんだけど。てかごめんごめんね。え、てかさ、これさ何もなかったじゃん。お手上げさ、ありえんだろ、そこは見してよ。鎧だからさ、てっきりあると思ったんだけど。